軍神東郷平八郎元帥を祀る神社を紹介します。若者の町原宿。原宿竹下通りから徒歩2分、東郷神社。日露戦争開戦を勝利に導いた東郷平八郎元帥、ロシアバルティック艦隊を全滅させたことは欧米の植民地支配で苦しむ人々に大きな希望を与えた。明治38年10月22日、凱旋する元帥を新橋駅前で歓迎する人々。元帥が亡くなった昭和9年、国葬が執り行われた。早々を見送る群衆でごった返す日々や、英雄の死を悼み、沿道にひしめく人々。元帥をお祭りしてほしいという要望と献金が全国各地から海軍省に届いた。これにより当社を創建。他にも対馬沖海戦の模様が見えたという場所に東郷神社が創建された。こちらは福岡宮地岳神社から車で10分。埼玉の秩父御嶽神社境内にも元帥の像と東郷神社が創建された。この日は海外からの観光客が多く来ていた。東南アジアの人々のよう。明治3年3月、横浜、左端が24歳の元帥。刀を抱えているように見える。この時はまだ海軍士官ではなく、武士の佇まい。なにわ艦乗り組員2列目右より2人目が元帥。なにわ艦長として高照豪事件、および日清戦争に参戦し活躍。日露戦争では戦艦三笠において指揮を取り、ロシアバルティック艦隊に完全勝利。昭和天皇と並ぶ元帥。陸軍の乃木希典将軍とのツーショット。明治天皇に殉死した乃木将軍は東郷神社から徒歩34分、赤坂の乃木神社に祀られている。元帥が乗船して指揮した戦艦三笠は横須賀で公開されている。周辺は記念公園。東郷神社の境内社の海の宮、海軍海事水産関係者また数計者の書類を祀る。境内の小さな園庭を囲む石は名前が刻まれているので力石のよう。昔若者が担いで力を競った石、神社建立の際に奉納されたのだろうか。若者の町原宿に鎮座する価値を後押ししてくれる神社。